毎度おはようさんでございます。やっぱやっぱむっちゃやばめっちゃ時間遅れてる月曜日はいつもこんなもんですよね。ということで、今日は京都行って帰ってきて、泉市から和歌山以上。今日はそんなにねバタバタするわけでもないんで、やっぱ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 ということで出発したいと思います。あがっ、乗用車の忘れ物いっぱいしてるわ。よいしょ、毎度おはようございます。月曜日の朝は慌ただしい。タリーズコーヒー抹茶ラテ、じゃじゃん。ちょっと動いてこ、動くとこないんだよ。コーヒーも入ってるしさ、レモンティーも入ってるしさ、もういっぱいいっぱいでうま。行こう、とりあえず行かんとさ、だいぶ時間に過ぎてるで、まあ着時間ないからええけど。鍵 OK、 タコ OK、 全部 OK、 はい、よし、じゃあ行こう。靴持った？靴持ってる。他忘れ物ない？ないな、ないな。よし、よっしゃ、じゃあ出発。今日は京都行って、で泉市から和歌山ぐらいかな。なんか今週また関東なのかな、明日出発で関東かもしれん。まあちょっとまだ分からんけど、はっきりは。まあ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 楽しんでいけようよ、行けよ行けよ、楽しんでいけよ、うん、楽しんでいけようぜ。よし、そうなんや。今交通情報ついでにちょっとラジオ聞いとったんやけど、無糖のプレーンのヨーグルトにさ、ファイン飴8個入れて1日置いておいたら、ファイン飴が溶けてファイン飴味のヨーグルト出来上がるんやって。マジで絶対うまいやん。飴ちゃん溶けるんやって。へー、あの 400ml やったっけ、グラムやったっけ、あの通常サイズのね、レギュラーサイズの無糖のプレーンのやつに。へえ、そうなん。ちょっとやってみよう。これは絶対やってみよう。どんな飴ちゃんでもできるのかな。まあ、とりあえずはそのパイン飴社がこうやってやったら美味しいでっていうのを言ってるらしいから、パイン飴で試してからのちょっといろんな味チャレンジしたいと思います。へえ、そんなんあるんや。巻き込みよし、歩行者なし、オッケー、曲がれ、よしよしよし、オッケー、よっしゃー。へー、いろんなこと考え出すね。ファイト戦う君の歌をっていう、あれ知ってます？ CM 今なんか元気っていうこの看板見えたから、ファイト戦う君の歌をってめちゃめちゃ歌いたくなって歌ったんやけど、あれやな、めちゃめちゃ混んでるな、どうする、どうするるもう全部混んでるやん。三原から東大阪、東大阪から森口って全部混んでるやん今日。なに、今日は何、ごとび、ごとびの前の日か、だから混んでんのか。ドゥスルーやね、ほんまにね。今堺でございます。今日さっきここまで来るときにちょっと岸和田で燃料入れよう思って、外環状線から殿原線走っとったら、ミスター山ちゃんが横に来て、いや、あのね、気づいたのはね、お、車に浩二くん乗ってるわと思って、で、パッと後ろ見たらステッカーいっぱい貼ってあって、そう、ヒゲちゃんとかおじたらさんのステッカーがめっちゃ貼ってあったんよね。あ、これはもしやと思って窓開けたら、山ちゃんですって言ってくれて、あーってなったね。いや、その前に今日今さ、その前電話しとってさ、焼肉のメンバー10人ぐらい、全部で今のとこ10人
ちょっと超えるぐらいかなっていうので言ってて、ミスター山さんも来てくれると思うとかいう話しとってすぐの横に来たから、もうドキッとしたよね。ミスター山ちゃんとは赤い糸で結ばれてるのかもしれない。マジで言うてらっしゃるんかいな。森口まで10キロ35分やって。めちゃめちゃ混んでるやん。しゃあないな、しゃあないな。まあもうのんびり行こうぜ、のんびりね、うん、こういう時はのんびり行こう。やってんねー、これ事故かぽいな。これだね原因は。もともと混むところでこれはえげつないですよ。事故やな。さあお疲れ様でございます。無事納品完了ということで、帰りたいと思います。めちゃめちゃ時間かかって、6時半に車庫出てやって、着いたら8時半やん。すんげえな、2時間かかってやん。今日なんかおかしいなと思ったら、あれやん、朝飯食ってないやん。これめっちゃうまそうや。エアリアルのなんかたらこクリーム、たらこパスタの味がするんか。あ、うまっ。エアリアルってあれなんや、この生地さ、とんがりコーンと一緒なんや。とんがりコーンをこう何枚も重ねた感じなんや。うまっ。あれやな、今日和歌山このまま行ってさっと積んだら午前中はちょっときついな。昼市やな、昼市から回るか。まあ、今日は千葉なんでね、千葉をぐるぐる回っていきたいと思いますが、よっしゃ、岸和田まで帰ってまいりました。岸和田まで帰ってきて、今ちょっとコンビニ寄って今日のお昼ご飯どうしようって考えてて、あのペヤング新しいの発売されて、まだ辛いやつね、うん、それ今日発売なんやけど、24日、今日24日なんですけど、あ、求めに行ったんやけどなかったな、なかったから、もうちょっとあれやね、あかんね、あかんね、あかんね。もうとりあえずはもうおにぎりいける、ここはし、おにぎり購入してから、おにぎり食おうかな。ここ狭いね、ここ車とね、電柱のね、差がめちゃめちゃ狭い。おにぎりくんっていうおにぎり、唐揚げおにぎりくんっていうのを買ったけど、あー、ペヤング食べたかったな、マジで。まあいいや、ローソンおにぎりとうどんにしよう。ちょっとね、今日ね、今10時なんやけど、詰めるのがね、遅なりそうなんで、昼1着目指していくんで、先に飯食ってしまいたいと思います。なんとまあもう詰めた、早すぎたのはあなたのせいよ、弱い女の気の質を、左上速報、よし、はい、めっちゃ早詰めたやん。でもこれ時間微妙なんよ。今から行ってさ、11時、まあ、50分頃着くんやけど、11時50分に着いたらもう、あ、入られへんね、動いたらあかんね、30分以降は動いたらあかんから、まああれやね、昼市に入るようにしようか。昼市に入ってまあ荷物下ろそうか、いろいろ僕も考えております。お、木の川のサービスエリアまで残り2キロ、いいね、ちょうど1時間休憩できるね。1時間休憩したら昼一にアコ入ろう。アコ入ろう、うん、アコに入る、中身アコに入る。長い下り坂、速度注意。なんかもう桜も散ってしまったね。そらそうか、もう4月後半やもんね。富士が綺麗にこう紫の富士がね、うわーっと、あの、藤の周りって怖いよね。あれがいっぱいおるもんね。クマンバチ。クマンバチって言えへんのかな？クマンバチって言いますよね。なんか黒い、なんか、ビーンって
て止まったり機敏な動きする蜂、あんな蜂がおったら怖いや、クマンバチね。藤棚の下にはクマンバチってなんかそういう覚えがあるけど、とりあえずうどんとおにぎり食うぞ。よっしゃー、メシや。名前がやな、ネーミングが肉汁うどんの一品、肉汁やからね。でこれなんか、ほらここや、油で揚げてないこだわりのうどんやから、ちょっとご賞味してみたいと思います。ニュータッチってラーメンばかりじゃないんや、うどんのカツ麺もあったんや。よし行こうか。あーなるほど、うん、サバとカツオと昆布で濃い口醤油で甘辛くこう肉感味わえるスープの香りがするわ、ほんまにめちゃめちゃそんな香りがする。あー5分待ったから100度は超えてないけど、あー微味微味、あーなるほどね、なんかちょっとラーメンっぽいな。あーこれはほんまお揚げじゃないな、ちょっとラーメンっぽい味がする。分かってる、欲しいんでしょ、僕が食べてるところ欲しいんでしょ。しゃけ、しゃあほな行こうか。腹もいっぱいになったところで、まあ僕的には今食べたやつはうどんとしてはな感じやな。ラーメンやったらまだなんかええ感じやったんかもしれへんけど、うどんと思って食べてるから、僕基本うどんは和だしが好きやから、なんかちょっと和だしがきつかったような気がするな。まあ明日はもし関東やったらうどん好きでもしようかな。よし登れ登れ、 OK。 まあこれね、右斜め前が並んでるお店がいつもながらの右商店ちゃうで、井出商店ね、ラーメンの井出商店、中華そばか、紀州徳川公。まああの僕もねこうやって紀州の徳川家とかよう知ってるでしょ。まああの知能が優れてるんですよ。地裁っていうかな、あの地裁に満ち溢れてるからね、あの知能の地に才能の才ね。そんなこともあるんかな。それよりもシャトレーゼ行きたいな、アイスクリーム食いたいわ、チョコレートが入ってる。めちゃめちゃ時間かかったなマジで、ちょっとこんなんが続いてるな、嫌やな、負の連鎖やな、負の連鎖は断ち切らなあかんだよ、まあ、お、何よここ、母の手作りお弁当お惣菜、こんなんあんねや、電話しといて作っといてもらってここにピュッと止めて買いに行けるでな、行ける。でもそういう時間には経験よね、いや来るかもしれへん、めっちゃしてるよ、キムチ工房リオン、めちゃめちゃ美味しそうなお店やん、しっかり作ってくれそうな、夜店やって、あーもうそういう時期か、なんか 何かがつく日、蜂のつく日とかで夜店よね、夜店いいな、ちょっと夜店でビール片手にさ、肉串とか、焼きそばとかあんなん、ちょっと食い回りたい気分やな。ね、したいですよね、そういうのね。皆様の声を代弁いたしました。代弁言うてもあっちちゃうで。よっしゃ、おろし終わったよね。ガラね。ガラの引き取り下ろし終わってもう今3時半やね、マジかいな、あこれ曲がられへんじゃん、曲がられへん、もっと下がろう、3時半やね、ほんまにもうたまらんな、よいしょよいしょ、オッケー、めちゃめちゃ時間かかってるわ今日、今からとりあえず
カウシに行きますけども、よいしょ、遅なったな。でもあと166個積んだら終わりだし、166個か、まあ頑張って積もうやないか。しゃー、積んだ積んだ、積み込み完了。ちょっとここの荷物だけやったら後ろスカスカなるんやけど、どうしたらいいか分からんから、もうとりあえず満遍からまあ噛んでるね、前からマンチクリンに詰めときました。ただいまの時刻は4時40分ですね。なかなかええ感じの時間になってるやん。